仕事として1日8時間9時間あそこの場にいたくない。今は先行ね。短期の中で見えない。人足りねえなり。おう、来た。急いで急いで。車に進んでさ、朝住んで夕方まで走って戻ってきて、もう歩いて楽で。あ、自分は今のそれだったけど、それはもう昨日も大阪行って。大阪か。大阪か。え、4トン大型で昨日は4トン前、荷物3トン大型の方がいいでしょ。4トンまでベッドついてないトラックになって1回行ったことあるんですけど、寝れないんですよ。もう若いんだから自分のトラック持ってさ持ち込みさ、そう持ち込みでダメなの、あんま良くないの。いや、あの話すると自分わかんないですけど、昔はそれが私買い負けか、もう抵抗がねえじゃん。ああ、すごい。びっしりしてくれるじゃん。言ってて、長嶋監督もあの、アミールエースマンで残る相手だな。たまに答えるかもなんですけど。すごいじゃん。来週頼むよ、中丸君。ああ、ちょっと目は分からなくて。それだけ入るよ。せん あんなに期待しちゃうこれ。来季のテストだ。来季選抜用意できるの、それとも抑えなの。もう私は球団職員に。就職してんじゃん。ああ、そうそうそう。もう決まってる。決まってるって。今、学生さんの内容が吉田さんとかが仕事決まってる。自由契約。決まってる。帽子ぐらいだけでいいでしょ。帽子もボストンでいいじゃん。まずお前が違う。なんでカリフォルニアなんだって。東と西で全然違う。大谷翔平翔平6000だか7000だか。
上だけで。下はもうそれでいいんじゃない、はい、まあ、最初ライン入ってたけど、みんな安くそれぞれ太ったりやってたんで安くして、なしにしよう、なしにすれば、まあ、でも1万ちょっと、帽子はこのボストンで、メジャーのボストンレッドソックスのいいよ、ね、アマゾンで買ってください。違う、どこで売ってる、もうドンキで売ってるの、帽子は好きなメジャーチェーン、B、B だよ、B だよ。 A にしてるのは、あれ浅香っていいな。あー、違う、代表してる、全然違うよ、浅香浅香レッドソックス。しかもこれ一番最大よりもっともっと大きいですね。65センチ最大じゃん。8じゃん。8と38。特注か。1/8。特注か。アメリカサイズ。5.5 センチぐらい。アメリカサイズ。坂前に言ってるとかそうじゃないんで。メジャー。海外からわからないのに。一か八か。じゃあ今度行きたい？高いよね。だけどまとめヨーロッパからも買ってるよ。スペイン語。サッカーね。アメリカから買ってるけど。全然安い。とりあえず一人は借りる。ただちょっと型がね、ちゃんとしてんのとちゃんとしてないの。何種類？しょうがない。色目色で。食べないと。だから帽子にさ、迷彩のよくの店舗市内のあれやじゃん、あれすぐ売り切れちゃう、毎年出てる。で、気に入ったのは当たってなんか塩の炭火焼き決めるから、決めたわ。ライトがもうセカンドの人が大変だ。はい、ベンチバイ。お、来た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 。飛ばねえよ。
鈴木さんです。後ろから全身守備で、ね、外野全身守備で、ね、そうだね、それ1回見て、で外野大事だったら一発立てますよ。なんで何しに行ってんの。最近女子来ねえな。
地域もちろん何も作ろうよ。発散しろ。了解、すみません。チルカミートで OK、ミートで。田島さんが当たらないかな。OK! はい、マッチだ、うまい。よっち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 。ストップ、サード、ストップ、サード、ストップ。はい、マッチ、マッチ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 。早いよ、マッチ。はい、マッチ、マッチ。ダメだって、チマちゃんが安心なわけでも俺、小田さん上位に行けなかったけど。あー、なるほど。シャツ2枚着てるからダメだな。はい、どうぞ行きましょう。ゴワゴワしてデリケートだから。ゆっくりゆっくり、落としてるよ。
師匠
師匠に代わって田島さんライトに入ってもらった、はい、ライト田島さん、うん、ごめん田島さんライトで